で日本橋のですね魚市場の、まあ、記述といいますか史実はほとんどこの明治22年の5月に刊行された日本橋魚市場沿革紀要という、日本橋魚界所蔵というその本がありましてですね、これをに書かれているものを、日本橋魚市場沿革開発費用という本をベースに